はいどうも皆さんこんばんは、アルプチンです。今日ですね、デッドバイデイライトのテストサーバーの情報をね、まとめて皆さんにお伝えできたらなと思います。現在パソコン PC 版のデッドバイデイライトにはテストサーバーバージョン 2.3.0 が来てまして、これ次回へのミッドキャプチャーですね。デッドバイデライト3ヶ月ごとに、新キラー、新サバイバーなど大きなアップデートしてますけども、その間にですね、細かいバグやね、バランス調整をするミッドキャプチャーというのがあるんですけども、多分このテストサーバーは、そのミッドキャプチャーの内容になりますね。なので、かなり変更点が多いです。はい。新要素も、ちょっとあるけど、結構バランスややっぱりバグの調整がかなり多くて、今回そちらをね、ほぼ説明していきたいと思います。ほぼはい、じゃあまず早速ですね、追加要素の方から話していこうかな、そんなに追加要素ないですけどね。はい、じゃあねちょっと追加要素の方お話ししていきたいと思います。まず一つ目ですね、試合に持ってったアドオンが、試合中にも見えるようになりました。これ画面の左下ですね、画面の左下に生存者とか4人 A が書いてあって、その上のとこだね、キラーだったらのパワーのとこ、能力のところ、生存者だったらアイテムのところに何のアドオンを持ってったかなってのが、自分自身で確認できるようになりましたね。はい。ともう一つが、試合中、一時停止画面にオファリングのね、情報が表示されるようになりました。これによってね、この試合何のオファリングあったかなとかって時もね、分かるようになったと。アドオンもね、分かるようになったし、オファリングもね、分かるようになったということでね、試合中にもね、そういういろんな情報が見れるようになりましたと。もちろん確認はしないんだけど、メメモリとかは分かんないだろうし、キラーが何のアドを持ってきてるかなっていうのもリザルトじゃないと分かんないです。それはもう自分しか見れないんでね。もちろんキラー側も生存者が何のアイテムのアドを持ってきてるのかなっていうのは分かんないです。自分の画面にのみ表示されるんで。はい。で、もう一つがイベント特有のアイテムとスキンのレア度が特殊なものに変更されました。こんな感じですね。はい。今までなんかそれぞれに一応レア度があったんですけど、全部統一されて特殊なものになりましたね。これによって、これイベントのやつない、イベントのやつやって、すごい一目瞭然で分かるようになりました。これぐらいですかね、追加要素っていうのは。なんで本当に追加要素はすごい少ないんですけども、変更点がすごいたくさんあるんで、次ちょっと変更点のお話ししたいと思います。はい。バランス調整など、変更点のお話なんですけども、まずね、マップの明るさを変える、月のアドオン、月のオファリング系をですね、もう全部、使用不可になりました。ちょっと前、で結構前かな、そもそもブラッドウェブ上に出なくなってたんですけれども、それがもう完全に使用することができなくなりました。はい、持ってても使えなくなりましたね。はい。なんかいつの間にかね、出なくなったなと思ったら、いつの間にかもう使えなくなっちゃったっていうことでね。結構好きだったんですけどね。はい。続いて、ブラッドウェブでレベル2から4の間もパークがブラッドウェブ上に出るようになりました。レベル1の時パーク出てその後5からまた出るようになるんだけど、その間ですね、2、3、4レベルの時はなんかアイテムとかオファリングしか出なかったんだけど、そこでもパーク出るようになりましたね。ちょっと、本当ビビたるもんだけど、それによってちょっとパークが揃いやすくなるかな、本当ビビたるもんだけどっていうように変更されましたと。あと生存者がダッシュして窓枠を飛び越えるのに必要な助走距離が 2.5 メートルに伸びました。はい。これによってちょっと生存者が少しそのダッシュ判定じゃないんだってなる部分が多くなるかもしれないですね。ダッシュ飛び越えじゃないんだみたいな、勢いよくね窓枠飛び越えたりするのにね必要な助走距離っていうのがなんか今までよりも伸びたということで、ちょっとチェイスが気持ちやりにくくなるんじゃないかななんて思うんですけども、それによって、ダッシュで飛び越えるのか普通の飛び越えなのかっていうのが画面の下にね表示がちゃんと出るようになりました。例えば負傷中だったらなんか治療ボタンみたいなの出るじゃないですか、下に板のとこだったら倒すみたいな。で窓枠のとこだと飛び越えるなんですけど、ダッシュしてその窓枠の近くに行くと、なんかダッシュ飛び越えみたいな感じで出るようになりましたね。はい。これで判別できるようになったかなと。でも本当にチェイス中とか急いでる時なんかね、画面の下見てる余裕ないんであれですけど、ちょっとこれによって生存者が気持ちちょっと窓枠飛び越え難しくなったかな、ダッシュのね、はい、気持ちね。
あと今ちょっとね、今のバージョンで多いんですけど、生存者がねキラーの近くに湧いてスタートすることが結構ぼちぼちあったんで、あるんですけど、まあその可能性を減らすように修正と。あと生存者をフックに吊るすときに、今まで2秒かかってたんですけど、そちらが 1.5 秒に変更、まあスッとね吊るせるようになったと。まあそれに伴いアニメーションも変更されましたと、はい、なんかすごい、なんかちょっとねテストサーバーで何試合かしてたんですけど、なんか変だなと思ったら、まあ修正されてたみたいで、生存者側もキラー側もなんかちょっと今までとフック吊るされるとき、吊るすときとかね、吊るされるときの感覚違うんで、はい、まあ 0.5 秒速くなってたみたいですね。まあこれが大体のバランス調整などで、ね、マップ関連の変更点のお話したいと思います。まずフック同士が24メートル以上離れて出現するようになりましたと。いえな、 たまにすごいフック同士が近い時とかあったじゃないですか、まあ、そういうのがなくなって、まあ、フックとフックの距離は、まあ、一部例外、後で説明するんですけど、まあ、例外を除いて24メートル以上離れるように、まあ、だから均等にねポンポンポンって湧くようになりました、まあ、これによって、まあ、どうなったかというと、マップによってね、例えばキャンベル神父の教会とかはサーカスのところとかフック全然なかったんですけど、24メートル以上離れて、まあ、均等に湧くようになったということで、そういう、ま、特殊なマップによってはフックが偏ってたみたいなところも、まあ、しっかり、均等になったと、はい、これはいいんじゃないかなと思いますけどね。で、まあ、さらに板同士も16メートル以上離れてスポーンするようになりました、ね、まあそれによって今まで絶対板があったとこにもなくなってたりとかしてましたね。さっき軽くやったんですけども、まあそこも地形によるけどと思うんですけども、まあ、基本的には16メートル以上離れて板同士は、ね、湧くようになりました。はい、あと丘の上に湧くトーテムが分かりにくくなりました。これ結構で何試合かやったんだけど、丘の上にトーテム湧かなかったんでちょっと見せれなかったんですけど、今まで丘の上とかにね呪いのトーテムあったらもう遠くからでもあんなとこ湧いてやがるって分かったじゃないですか。それはちょっと分かりにくくなったそうで、分かりにくくなるそうですね。まあこれによって気持ち破滅が長生きするんじゃないかな、気持ちね、うん、はい。で、あと沼地関連のマップが狭くなりましたね。ペイルローズとかおぞましい貯蔵室、結構オブジェクトっていうか、うん、逃げるポイントも結構見たことない建物が追加されてたり、マップ自体が特にペイルローズですね、おぞましい貯蔵室はそこまで変化は分かんなかったですけど、ペイルローズはかなり狭くなってますね。なんでこれによってペイルローズって結構キラーでね、ペイルローズマッチングするとうわーってなるんだけど、まあ、でもだいぶ戦いやすくなってますね、狭くなってますかなり、はい。でザ・ゲームギデオンですね。ギデオンも、まあ、かなり調整。ギデオンはちょっと今ね、キラー寄りのマップなんですけど、ちょっと逃げるポイントが増えたり、板の最小数を15に変更することによって、まあ、本当に、さっきね、まあ、板同士は16メートル以上離れてスポーンするよと言いましたけれども、まあ、ギデオンの場合は、まあ、例外で、マップ、あれ狭いで、狭いし2階建て構造じゃないですか、2階建て。1階と2階ってなってて。で、16メートルなんつったらなかなかその間隔取れないからね、あ極端に、ま、あの板の数少なくなっちゃってキラー有利になっちゃうから、まあ、そこら辺調整するために、まあ、本当ザ・ゲームはかなりあの調整ありましたね。そのマップ自体のサイズは変わんないんだけど、中身が結構ガラッと変わってて、うん、多分びっくりすると思います皆さん、はい。てな感じですかね。でフックもそうなんですけど、まあ、そのさっきも言いましたけど、フック同士は24メートル離れてとか、板同士も16メートル以上離れてと言いましたけども、まあ、そのマップやそのこう、ね、特殊な構造上を、まあ、等間隔で置きたいんだけれど、それが無理な場合、ね、極端に、ね、板やフックの数が少なくなっちゃわないように一応ね、あの例外があって、基本的には20フックは24メートル以上離すし、板は16メートル以上離すんだけど、まあ、それが不可能な場合は、まあ、また結構近くに湧いたりもするよということだそうです。まあ、これが大体のマップ関連の変更点ですね、はい。じゃあ続いては治療に関する変更点ですね。こちらは以前公式生放送で言ってたやつがほぼほぼテストサーバーに来たような感じなんで大体一緒なんですけれども、
まあ、治療にかかる時間、基本の時間を12秒から16秒に増加しました。はい、今ね、他人治療したら12秒、まあ、自己治療、セルフケアは、治療の半分の効果なので、まあ、50% なんで、まあ、自己治療には24秒かかるのかな、今現在。でも治療時間が12秒から16秒に増加したことによって、まあ、32秒になると、自己治療にかかる時間が、はい、これ結構しんどいですね。で、自己治療、その治療が4秒増加したことによって、まあ、重症効果が今のままだとえぐいので 25% から 20% 弱体化しました、はい。で、まあ、治療時間が4秒伸びたことによって、まあ、救急箱と救急箱のアドの効果も見直して強化したと、はい。でさらに這いずり状態の自己回復の上限が今 85% までしか自己回復できないんですけど、まあ、そちらを 95% まで増加、まあ、それによってね、すぐパッて治療してすぐパッてね、立ち上がれるようにっていうことでしょうね、きっと。はい、のように変更。で、さらに這いずり状態の回復速度、今現在 40% らしいんですけど、それを 50% に増加と。はい、でも、這いずり状態の回復も、自己治療も、治療と同じ扱いのため、治療時間増加ね、今回ね、増加したんですけども、それと一緒で、這いずり時間も、這いずりの、回復時間もまあ増加ということ で、ちなみにですけど、ゼロから、ね、倒されて、うわーっと倒されて、這いずり状態になりましたと。そこから自己回復、這いずり状態で自己回復で 95%、上限いっぱいまで回復するのに大体30秒ほどかかるということでね。はい、まあ、普通の負傷状態から無傷になるのと大体同じぐらいですかね。まあ、そんな感じだそうです。はい、これが大体治療に関する変更点ですね。運営はその現状ね、高ランク発電機結構つきやすいんだけど、その発電機の時間を延長したりとかっていうことはあんましたくないみたいで、こうやって治療時間を延ばすことによって、他のことに時間を割かせてね、生存者ね、で発電機をつきにくくさせようという考えらしいですね。続いて懐中電灯の変更点ですね。懐中電灯の変更点、まあ、その1、当たり判定をより正確に変更。しっかり頭を狙わないとライトスタンが狙えないようになりました。で、さらにライトスタンが成功したかどうか分かりやすいように変更されました。お、成功してるってね、分かりやすくなったと。どれぐらい分かりやすくなったかちょっと俺試してみたけど、まあ、ちょっとあんま違い分かんなかったけどね。でさらにこれはキラー側なんですけど、ライトスタンを食らって目がくらむとき、ね、画面真っ白になるじゃないですか。そちらが変更されてこんな感じになります。はい、まあ、こっちの方が目くらみそうな気するけどね、真っ白よりね。まあでも目真っ白でふわーってなると、まあ、目に良くないって運営は考えてるみたいでね、こっちの方がいいんじゃないかということでこれに変更されました。まあ、これが懐中電灯の変更点です。はい、続いては工具箱とサボタージュの変更点についてね、お話ししたいと思います。工具箱を使ってフックや罠を破壊するときの効率低下ペナルティを削除ということで、あんま俺ね、工具箱とかサボタージュもね、今ねフック復活しちゃうからもういいやと思ってあんましてないんだけど、まあ、そんなことあったんだみたいな感じで、まあ、工具箱を使った時の、まあ、ペナルティを消したと。で2つ目が工具箱とサボタージュでフックや罠を破壊するときに効率上昇効果があったものを削除。これは逆にだね。逆に効率よくなってたのがなくなるんだ。余計罠、余計フック壊す人いなくなるんじゃないわかんないけど。ね。で、まあ、さらにサボタージュでフックや罠を破壊した場合、復活にかかる時間を、まあ、マックスで60秒増加と。まあ、レベル3の場合はね、60秒増加っていうことでね。はい、まあ、これによってフック復活のが確かになんだ3分だったっけ2分だったかな、まあ、それがまあさらに1分増加っていうことでね、まあ、気持ち良くなるんじゃない、気持ちはね少し強化かなと、まあ、でもこれによってフック折る人が増えるかっていったら多分微妙かな。はい、じゃ続いてエンブレムの変更点ですね。
キラー、どちらもキラーなんですけども、デボートかな、日本語の名前だと何だったかな、こちらの項目、これですね、これの項目、はい、これはね、生存者を処刑したりメメモリとかで倒すと、まあ、評価が得られる項目なんだけど、全員1回ずつフックに吊るせば、まあ、仮にね、その全員吊るした後みんな全員逃げちゃいましたと。本来だったらそれはもう項目もうなしなんですよ、エンブレムなしなんだけど、まあ、最低でもブロンズ評価はもらえるようになりますよと、はい、手に変更と。でもう一つチェイサーですね、こちら、はい、これは、ね、生存者を見つけたり、まあ、追いかけてねチェイスで勝つことで評価が得られる項目なんだけど、まあ、新しい仕様になると生存者を吊るしているフックの16メートル以内にいると、まあ、徐々にこの項目がね減点されていくように変更されますね。キャンプ対策なのかな、わかんないけど、ね、要はキャンプしてると、まあ、そのチェイサーの項目の評価が下がっていくということでね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、エンブレム2つ変更されますよということですね。まあ、そんな大きな変更点じゃないけどね、はい、で続いてはですね、まあ、皆さんね、お待ちかねのパークの変更点ですね。はい、生存者側からちょっと説明しようかな。はい、まあ、1つ目、フェンミンの固有パークの警戒ですね。こちら効果範囲とクールタイムが削除されて、まあ、距離無制限のクールタイムなしに変更されました。まあ、それによってこの警戒っていうパークはあのキラーが発電機とか板を破壊すると、まあ一定距離にいたら何秒間表示とかだったんだけど、何秒でまさにクールタイムが60秒とか何十秒とかあったんだけど、新しくなると、まあ、どこの距離もう、まあ、変な話もうマップの端と端でもいいよ、フェン、まあ、この自分が端っこにいてキラーがもうね端っこもうさらに遠くの端っこにいて板を壊しましたってなったら、もうそれも見えちゃうと、5秒間でクールタイムも同じなんで、その続けてそのまま発電機、近くの発電機蹴りましたって、それも見えますということで、キラーがどこでね何を破壊してるかっていうのがもう常に分かるようになったと、破壊してから5秒間ね分かるようになったという風になって、まあこれ結構強化されたかなって。まあ警戒ちょっと使いにくいなと思ってたんで、まあ、これだとね、あどこでチェイスしてるんだってのも分かりますからね。変な話ね、今板壊さないでチェイスするタイプのキラー分かんないけど、な遠くでねあの板ポンポンってキラーが壊したら、あそこでチェイスしてるんだって分かるじゃないですか、ね、だいぶ強化かなと。で続いてはドワイトの固有パーク絆ですね。パークレベル 1,2 の効果範囲が広くなったということで、まあ大した強化じゃないですねこれね。実はあのレベル3の効果範囲は変わんないんで、ただレベル 1,2 でもまあ使い物になるレベルには効果広がってますよっていう感じですかね。次は鋼の石、こちらジェイクの固有パークですね。レベル 1,2 の静止状態のレベル、鋼の石はレベル3になると歩いてても止まってても声をこうやって我慢することができるんだけど、レベル 1,2 の時は動いてると効果発動しなかったんですよ。まあでもそれが削除されて、レベル 1,2 でも動いてても声を我慢するようになりましたと。その代わりボリューム、ね、声のボリュームの減少量がレベルによって違うようになって、レベル1だと 50%、 レベル2だと 75%、 レベル3だともう完全に声我慢できますよという感じになりました。はい、続いてこれクローデットのこういうバグですね。植物学の知識、これあのメディキットとか救急箱とかセルフケアの効果をねアップさせるやつなんですけども、まあ、これが多分治療弱体化とかに伴って、まあ、相対的にこれも強化みたいな、うん、でこれによってあの、ま、レベル3で 33% 増加するようになったんですよ。でこの 33% 増加だと、まあ、治療レベル、まあ、セルフケア持ってもうセルフケアじゃねえやごめん、まあ、他人治療した場合はねあの今までと同じ12秒に短縮されるそうですって書いてありました、パッチノートに。はい、実際にやったわけじゃないから分かんないけど、次唯一の生存者ですね。これはローリーの声パークですね。全てのレベルのオーラ可視能力封じ距離を拡大、これね毎回強化されてるから多分全然誰も使わねえんだろうなこれな。
これもう毎回強化入ってるけど強化に次ぐ強化に次ぐ強化だけど誰も使ってないんだろうねきっとね、うん、まあとりあえず、まあ、レベル 1,2,3 どのパークレベルでもそのキラーからオーラを探知されない範囲をどんどん広げてってるみたいな。でさらにその例えばキラーがその歌手能力を、うん、使った場合、バベチリでもいいしシカリオシでもナースコールドメが使ったよってそれを封じてますよって時は自分のねパークの右下のアイコンが光るように変更されました。はい、まあ、これもでも強化されてもあんま使えていないんじゃないかな。ちょっと難しいですもんねこれね、唯一の生存者では。でさらに絆、不審版、都会の生存術など、まあ、自分以外のね自分の周りにいる人に効果を与えるこの3つのパーク、ね、で自分が離れても15秒間効果が持続するようになりました、はい、これはなかなかいいですね。生存者ありがたいんじゃないですかね。トーテムとか壊しててさ、あの絆じゃないやリーダーだ、すいません、リーダーですね。リーダー不審版都会の生存術ですね。リーダー持ちがね近くふわーって通っただけでそこから15秒間ね、効率アップするんで、そばにいなくてもトーテムすぐパキーって割れるようになったりとか、そのリーダー持ちが近くチェイスした時に15秒間効率強化みたいなね、まあ何かとなんかすごい良くなりましたよね。使い勝手が良くなったかなと。また絶妙なんだよね15秒ってのが、短すぎず長すぎずっていう、そこはちょっと俺うまいなと思いましたけどね。はい、これがまあ生存者側のパークの変更点ですね。続いてキラー側です。まあ、キラー側そんなないんだけど、まあ、ノーワン、誰も死から逃れられないが、まあ、全てのレベルでワンパン可能になりました。今までだとねレベル3じゃないとワンパン効果なかったんですけど、レベル 1,2 でもワンパン効果がつくようになりました。まあ、その代わり、まあ、移動速度の増加効果がレベル1と2がちょっと弱くなったかなと。まあ、レベル3は変わらずだけど。2つ目が選択は君次第だ。こちらはピックだね、ザ・ピックの固有パークで、生存者吊るしてその生存者から離れて誰かがそれを助けると、その助けた方をワンパンにできるっていう、1分間ワンパンにできるっていう効果だったんですけども、新しくなった効果だと、まあ全部のレベルで効果範囲、効果発動の範囲を32メートルに変更。今だとねあのレベル1とかだと40メートル50メートル、結構離れなきゃ発動しなかったんだけど、それ全部で 1,2,3 すべて32メートル以上離れてれば効果発動するようになりました。その代わり、まあ、効果時間がレベル1だと40秒、レベル2だと50秒、レベル3だと今まで通り1分というふうに、ね、60秒というふうにね変更されました。まあ、これだいぶ使い勝手良くなったんじゃないかな。はい、レベルはノーワンもそうだけどね、レベル 1,2 とかでもね全然使えるようになりましたね。で続いて猛獣ですね。これはハントレスのこういうパークなんですけども、これ、クールタイムをまず削除しました。で血の渇望発動時に効果発動で、でその血の渇望が効果発動した時の血の渇望が消えるまでもう常時目の光、赤い光が消えるようになりました。これ結構強化かなと。これ使う人いるんじゃないかな。まあ、テクニックでね、まあ、ステイン隠しつって生存者を追いかけるときにあえてね背中で、生存者から見えない位置で背中で移動して目の光を隠して生存者との距離を詰めて殴るっていう、まあ、上級テクニックがあるんですけども、まあそれちょっと難しいんですけど、この猛獣持っていけばそれがしやすくなるんでいいんじゃないですか、ね、背中で追わなくてもね目見えなくなってるから、ね、強いじゃないかな。まあ、さらに狩猟カテゴリーで得られる BP が 50% アップ。まあ、これがパークの変更点ですかね。まあ、その他ね、まあ、細かいバグなどマップの、ね、細かい変更などもありますが、大体大まかにね、特に今回のミッドキャプチャーの大きな変更点は以上となります。はい、でフレディ強化とストライク修正は、はい、またもう見送りということで、ね、楽しみにしてる人も多かったと思うんですけど、その2つは、まあ、また次だいぶ先にね見送られちゃったということで、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ね、だいぶいろいろまた仕様が変わりますけどね、うん、ね、ちょっとパーク変わったパークとか、今回の件でね変わったパークとかね動画に
できたらいいなと思ってます。はい、ってな感じで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。